こんにちは。昨日お話をしました、消費者庁による、居酒屋、塚田農場、あと、宮崎県日南市、持続組合などをね、運営する AP カンパニーという会社に、まあ、消費者庁からね、再発防止の措置命令が出ましたというね、お話をこの動画とか、ブログでしました。その後、なんとね、今日5月23日、YouTube に運河を越えて日南市ふるさと納税 PR 動画という動画が、日南大好き PV チャンネル、日南市役所スキー部というチャンネルに、投稿されていました。このね、名前長いんだけれど、日南大好き PV チャンネル、日南市役所スキー部というチャンネルは、日南市総務部秘書広報課がね、発信運営している、まあ、いわばね、日南市の公式チャンネルなんですね。うん。そういった中で、このね、ふるさと納税を PR する、30秒の動画が、今日アップロードされてました。その動画の説明欄には、その昔、宮崎県日南市には、運河を越えて特産品を送る文化があった。昔、弁公材を運搬していた堀川運河をメイン舞台に、昭和の中頃まで沿岸漁業で使われていた木造帆船、チョロ船に、日南市ふるさと納税の返礼品を乗せて、どうのこうのっていうバーっていうに書いてあるんですね。で、動画が30秒ぐらい流れているんですが、その動画をね、見ていると、ん?と思うシーンが、動画開始から12秒ぐらいに出てくるんですね。まあ、鎧兜をつけた男性が運転するジェットスキーの後ろに、その伝統のチョロ船があって、そこにね、男性一人、船頭さんと、別に男性一人と女性二人が乗っているんですね。で、その男性が一升瓶を持って、あと女性が一人がお魚を持って、一人が、焼酎の樽を持ってるんですね。で、その樽を持っている女性がちょっと上に上げたときに、あれ?と思ったのが、宮崎日南塚田農場というね、文字がはっきり見えたんですね。この時期に?というふうに思って、すぐさまね、日南市役所に、お電話をしました。そうしますと、動画をね、投稿した、秘書広報課の担当の方とお話をすることができました。動画は昨年撮影したものですということで、塚田農場から衣装を借りて、動画に出ているのは塚田農場の社員ではなく、日南市役所の職員ですよということでした。そして、まあ、以前あった同様の PR 動画と差し替える形で、投稿する数日前、なんか23日のちょっと前にね、決裁をもらって、今日投稿しました、と。ほんとね、肝心なこと、塚田農場が消費者庁から、措置命令を出されたこと知ってますかと聞いたら、塚田農場のことは、ニュースで知っていました、ということでした。じゃあなんで、塚田農場のことを知っていたのに、あえて YouTube に投稿したんですかと聞いたら、決裁が降りたので、投稿しました、ということで、まあ、その担当の方、まあ、事務的なんですね、ことの重大さに気づかなく、ただ、事務的に決裁が降りたから、投稿したと、前の動画と差し替える形で投稿しました、ということで、お話をしたんですね。で、なんでって、ニュース知ってるわけでしょってことの重大さ、日南市役所としての、コンプライアンス大丈夫なんですかっていう話をしたら、待ってくれと。ちょっと上司と、相談を、しますということだったんですね。ちょうどね、僕がこの動画に気づいて、電話したのが、体調間際の、5時前、4時50何分だったんですね。それでまた明日以降、まあ、改めて、この電話が折り返し、来るのかなと思っているんですが、そうこうしているうちに、まあ、記事を書いている時に、ちょっと YouTube 見に行ったら、
23日午後5時40分には、その該当する動画はね、消えてました。で、動画の再生回数はたった1回ということなんで、差し替えた新しい PR 動画は、多分私しか、見ていないだろうなと思うんですが、話によると、差し替える前の PR 動画に関しても、塚田農場という名前が出ていましたという情報もあるんですよね。普通、こういった問題が起きた場合に、差し替えるっていう時には、問題のあるものを省いて、新しい動画として削除、投稿するんですけれど、また同じく塚田農場という名前を出したまま、新しく動画を投稿していたんですよね。そのあたり、なんだ YouTube への投稿、日南市役所のコンプライアンスってどうなっているんだろうかなというふうに思いました。まあ本当、世の中って面白いことが起きますよね。次から次に。はい、ということで、まあ、この YouTube の動画、今ね、見ることはできません。残念ながら。はい、この僕のこのブログの方に、画像、この動画にもね、画像を掲載しましょうか。ご紹介しますんでね、どうぞ画像の方でご了承ください。まあ、今回の件に関してはね、また明日以降、日南市役所秘書広報課あたりからね、電話が来ると思いますんでね、また新しい情報が入りましたら、お話をしたいと思います。それでは今回はこの件で失礼します。